こんにちは、WC です。 WC ワークス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に、車をきれいにできる方法や、コツを発信しています。今日は、洗車と天気についてお伝えします。洗車するタイミングはですね、車が汚れた時だったり、お出かけする前だったり、人それぞれ異なるとは思うんですけど、実はですね、その洗車する時の天気がここめちゃくちゃ大事なんですね。っていうのは、その洗車を行う、時間帯や気温、あと天候によっては車にダメージを与えてしまう恐れがあります。それでは、今日は、避けるべき条件についてお伝えをしていきます。まず炎天下での洗車は避けましょう。炎天下ではボディの温度が非常に高くなってしまい、洗車中に水分や洗剤がすぐに乾いてしまいます。その結果、ウォータースポットが発生しやすくなります。特にですね、真夏の炎天下での作業は絶対にやめてください。春や秋の快晴の時の真っ昼間も避けていただいた方が無難です。次に、風が強い日の洗車も避けましょう。風が強いと、ボディに、空気中のホコリやゴミが付着しやすくなります。で、洗車ミットや、拭き上げのクロスなどに、ホコリやゴミが絡んだまま洗ったり拭き上げたりしてしまうと、ボディを傷つける原因になってしまいます。最後に、乾燥した日も洗車には不向きと言えます。乾燥した日もですね、風が強い日と同様、空気中の、ゴミやホコリがボディに付着しやすくなります。そこまで神経質になる必要はないんですが、避けれるのであれば避けていただいた方が良いかと思います。ちなみにウォータースポットは、軽度なものであれば、洗車だったり、除去剤で落とすことができるんですが、ひどくなると、磨きといってですね、クリア塗装を研磨しないと除去しきれなくなります。で、もう最悪の場合は、塗装の中までダメージが、及んでしまって、修理するには再塗装をしないといけなくなる場合もあるので、できるだけ作らないように注意してください。ウォータースポットはこういうやつです。洗車をするタイミングによっては車にダメージを与えてしまう恐れがあります。洗車をする際は天気にも気をつけてくださいね。下手、いつ洗車したらええんだい。おー、それはまた次の動画で解説しますね。今日の WC クイズ。この動画の一番最初に僕の横に映っていたホイールは何の車のホイールでしょうか。この動画の一番最初で僕の横に映っていたホイールは何の車のホイールでしょうか。ヒントはですね、ハイブリッド。正解は動画詳細欄の一番下をご確認ください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。WC でした。